ルアクションフィギュアデラックスシリーズ005アルテリオン。シリーズ初の変形を再現したアイテムであり、ドールフィギュア、クルーズフィギュア双方のプロポーションを両立させるため、フィギュアとしてのボリュームはそれまでに比べて圧倒的になった。原型製作は可動・機構の面において定評のある丹羽幸隆が担当している。Gアクセルドライバーのレール部は稼働し、発射ポーズも再現できる。差し替えパーツでクルーズフィギュアの変形が可能である。